リュウジの動画。はい、どうも、いつもモッケラナプロリュウジです。本日なんですが、鶴岡天神祭りの様子をですね、私独自でですね、取材させていただきまして、その様子を映した動画になります。それでは、ぜひお楽しみください。はい、ということでですね、鶴岡市に来てます。ここはですね、内川の通りですね。これから歩いて、天満宮行って、お祭りの様子をですね、お見せしていきたいなと思います。市役所からだいたい歩いて3分ぐらいですかね。着きました。鶴岡天満宮の入り口ですね。この先に行きましょう。やっぱり寂しいですか。寂しい。来年はなんかちゃんとまた出雲通りみたいになったらいいですね。どんなことがあるべきかな。でもお母さん90なんですか。90過ぎだね。おすごい元気ですね。元気合わせてみば消防区で行けたら元気だねと思って。確かに。毎日頑張って、はい、頑張ります。それではどうぞ。今このような時代なものですから、お一人ずつではいきませんので、頭を下げて大きく一堂に対して頭をかませていただきます。この場で頭を下げて、怖くなかったです。鶴岡天満宮を後にして、続いてはですね、これまでの天神祭りの、使われてたですね、大絵馬というものがあるんですけども、将棋タクト鶴岡がそこで飾ってあるっていうことなので、行ってこようかなと思います。ではちょっと移動します。皆さんもコツコツとご自宅でやられて、その作品含めて、まあ、千代米君に来られた時にまた書き溜めたものを仕上げていくという感じにしておりますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はですね、天神祭りのですね、様子ですね。今年はすごいこうなんていうか、コンパクトにまとまっていたようだなっていう形だったんですけれども、
ども、来年はですね、やっぱりこのコロナが落ち着いて、ぜひ皆さんと一緒にこう外に出て、露店でいろんなものを食べて飲んで、なんかね、当日というか、去年一昨年はダメだったけれども、今年はすごい楽しい年になったねなんて言えるような年になったらいいなと思います。みんなで頑張ろう。そして応援しましょう。鶴岡、そしてひいては山形も全員で、盛り上げていきましょう。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあの、バイバイ。今日の動画はどうだけ？面白っけが？今日も見れくいでありがとうの。チャンネル登録もよろしく。せばまだ見ての。